どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はね、手越祐也さんと共演した時の話をしたいと思います。手越祐也さんといえばね、もうに知らない人はいないでしょう。日本を代表するもう歌手、タレント、俳優、今現在はもう YouTube をねやられている方ですけども、今回はね、その手越さんのゲームチャンネルが、オープンレックの方にあるんですけど、手越のゲームキングダムっていうね番組名で、まあ、いろんな界隈のこのゲームのプロだったり、配信者だったりを呼んで一緒にねゲームをするって番組なんですが、まあ、そちらの番組でコールオブデューティーを取り上げることになりました。でラッシュゲーミングさんからちょっとね、来ていただきたいということで、ハセシン・グリード・ゴローがね行くことになり、共演することになりました。で、撮影自体はもう1ヶ月以上前にもう終わってるんですよ。で、番組としては4本ぐらい、4回分ぐらいの量を撮影しまして、で、ついこの前ね1回目が放送された感じです。まだね、手越さんのオープンレックのチャンネルの方で、ご覧になれると思うので、リンクの方は概要欄に貼っておきます。まあ、共演が決まった時はね、まあ、もちろんびっくりしましたよ。もうイッテQとかバリバリ見てた世代なので、もうテレビでこう僕自分たちがね見てきた人と共演するっていうのはね初めてなので、いや本当最初信じられなかったですね。で、実際にこう最初会ってみた印象としましては、本当にね手越祐也さんのまんまですよ。本当にあのオンとオフも全然変わらないっていうか、すっごいね気さくでいい人でした。で、すごくね話しかけてもくれましたし、あの鍛えてますかってね向こうから話しかけてくれて、あ、よかった鍛えててみたいなオフみたいな、すごくね話しやすかったです。多分ねアンチの方も実際に会ったらね、そのオーラとね話しやすさで、ね、一瞬でファンになると思います。なんでしょうね、この自信に満ち溢れてる感じと、でオーラと、でトーク力と、で笑顔と、本当にねやっぱテレビで活躍してる人って本当にねすごいんだなって思いましたね。あの MSSP さんとコラボした時も思ったんですけど、やっぱりこの喋り方とか立ち振る舞いというか、やっぱりこう人前で喋ることがある仕事としては、あの参考にしなきゃなって思いましたね。そしてもう一つ驚いたのが、手越さんのファンたちがねもういい人すぎるっていうねその手越さんの番組が発表された途端で、もうツイッターの方で一斉にねファンたちがね拡散して、ツイートで拡散してたりとか、あと共演した僕たちにね、あの共演してくれてありがとうございましたみたいな、またありましたよろしくお願いしますみたいなリプを送ってくれたりとか、そんな共演者に丁寧なリプを送ってくれるのみたいな、すごくねいい人が多かったです。で、ここからは収録時のちょっとエピソードっていうか裏話があるので話したいと思います。今回のこの手越さんのゲームキングダムの番組のこの収録内容としてはすごくシンプルで、まあ一緒にプレイしようみたいな内容だったんですよ。で、手越さんがねまだ COD を初プレイということで、COD モバイルの方はプレイしてたんですけど、したことがあるらしいんですけど、まあ、本家の COD は初めてですよっていうことで、しかもあのコントローラーが初めてみたいで、まあ、今まで FPS は PC でキーボードマウスでね触れたことあったんですよみたいな話になったんですけど、でもまあコントローラーでいいですよっていうことになり、で手越さんもまあコントローラーで行きましょうってなったんですけど、まあ最初はねもちろん、まあ、ボット打ちとかで操作の説明とか操作設定ですねを決めていただいてっていう、でマルチ行きましょうってなったんですよ。初めて FPS でこうコントローラーでプレイしたら、それは最初はねうまくプレイできないじゃないですか。で、まあ手越さんの設定とかどうですかって聞いてたら、あのモバイルだと左で射撃してるんで左射撃がいいですっていうことになり、で COD にあの左射撃のあのサウスポー設定があったの僕も初めて知って、まあ、そこで設定変えたらねもういきなりもうバリバリボット打ちができるようになったんですよ。設定変えただけでねすごくねスムーズに動けてたんで、練習したら多分ね手越さんバリバリ COD 上手くなるような気がしましたね。で、そっからねマルチに行きましょうってことになって、で僕たちのこのね PC とかもセッティングねスタッフさんがしてくれてたんですけど、まあグリードさんたちは自分のねアカウントでログインしてくださいということになって、まあ自分のアカウントでログインして手越さんとパーティーをね組んで、さあマルチ行きましょうってなるんですけど、今作やってる人だったらわかると思うんですけど、まあ約4パ組んで、で僕たちは普段のアカウントってことはいわゆるレートが高いわけですよ。スキルマッチの内部レートが高いわけですよ。つまり敵がめちゃくちゃ強くなるっていう状態になってしまったんですよね。だから手越さんからすればいきなり地獄に連れてかれる状態だったんですよ。それが第1回目の配信なんですよね。ちょっとこれを理解した上で第1回目見てほしいです。いや本当ね手越さんには申し訳ない。本当ねこれはね今作の BOCW のスキルマッチを本当恨むしかないですよね。こう上級者と初心者がパーティー組んだら
基本的に上級者の方のレートに合わせちゃうんで、合わせられちゃうんで、まあ、初心者側がとにかくきつくなるんですよね。猛者部屋に送り込まれてしまうから。で、手越さんもね、すごい負けず嫌いなタイプで、まあ本当にね、僕たちと同じというか、もう多分選手向いてると思うんですけど、もう僕らのレートに合わせられた部屋でね、すごい頑張ってくれてて、でももちろんね、さすがにいきなりそんな部屋連れてかれたらキルもちろん全然取れないわけじゃないですか。だからすごい悔しそうにしてて、もう本当僕たちもなんか、すいませんすいません、これはね、あのゲームが悪いんですって、もう言葉と心の中ですごくこう申し訳なく思ってたんですけど、で次の収録はまあそんなにいきなりマルチに連れてって申し訳ありませんでしたというところから始まり、でまあまずは僕たちのね、まあ僕のプレイを見てくださいと、でお手本を見せるので、まあこんな感じでプレイしてるんだよっていうのをね、まあ掴んでいただければ嬉しいですみたいな流れになったんですよね。で僕はこうプレイしてて、で手越さんと MC の方が喋ったりしてたんですけど、僕もね、あの久しぶりに PS4 コントローラー持ってうまくプレイできなかったりとか、で説明しながらプレイするのも難しかったりとか、あと手越さんと MC の方もね、なんかね、正直ね、 COD とは全く違う話をしてたりとかも、なんかね、カオスになりましたね。まあその内容はおそらく次のね、配信で配信されると思います。いやでもね、この番組ね、ちょっと振り返って思うのは、僕自身はね、もっとね、はっちゃければよかったなって思いましたね。正直ね、真面目に僕やりすぎました、今回、ほんと。僕がね、普段動画で見せてるキャラをあまり出さずにね、普通に真面目にやって終わってしまったなっていう後悔がありますね。まあ次回何かあればね、もっとハキハキと、はっちゃけて、行きたいなと思いますんで、よろしくお願いします。違いあるかわからないけどね、こういう機会がね。まあ、最後に今回の共演をほんと振り返るとね、僕自身はね、なんかすごくね、真面目に勉強になりました。ほんと初めてこうテレビで活躍してる、芸能人の方と共演できてね、やっぱりね、参考にしなきゃいけない点がいっぱいありましたね。まあ、トーク力というかね、なんか立ち振る舞いですかね。ほんと笑顔だったりとか、自信に溢れ満ちている姿とか、なんかね、その辺はね、ほんと参考にしないといけないなと思いました。今年になってからね、かなりこういう番組に出る機会が多かったので、ほんと僕もそこの辺真似していきたいなと思っております。最初に話した通り、番組のね、リンクは動画概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。というわけで今回はこの辺で失礼したいと思います。お疲れ様です。最近ね、こうやってね、後付けで動画撮ること多くなってきたので、どんどんね、話してほしいリクエストとお待ちしております。まあ、COD の話でもいいですし、なんかこう、e スポーツとかゲーム界隈の話、なんか COD と Apex の違いの話とか、まあ、海外ではウォーゾーンがすごいね、今流行ってますけど、どうして流行ってるのか、みたいな話、こともね、話せたら面白いのかなと思っております。まあ、どしどしね、コメントの方に、ぜひよろしくお願いします。